どうも、ベタです。まず帰っていきたいと思います。はい、本日は、狙いキックターゲット、こちらのイベントがやってまいりました。こちらを少し見ていこうかなと思っております。こちらのイベントは、まあ、フリーキックね、今までフリーキックをやっていたイベントとそう変わらないのかなと思ってます。まあ、新しいね、コラボの悪魔城ドラキュラコラボ仕様となっているゲームだと思われます。で、こちらの方でステージクリアでね、アイテムもらえます。こちらはしっかりとやっておきましょう。で、解説期間の方がね、3月12日木曜日から3月16日の月曜日の23時59分までとなっております。で、ステージは4つということで、まあ、変わらないですね。番号はついてないけど、打ち抜いていこうという形でございます。はい、操作方法としましては、まあ、フリックでね、シュートを打つという形です。で、挑戦回数は別にないんです。なので、まあ、今回ね、一瞬のかからないイベントです。まあ、無課金の方もしっかりとやっていきましょうという形でございます。で、毎日ね、AM0 時にグループマッチングする形でございますので、まあ、何回か、木、金、土、日、月と、5回対戦できます。なので、まあ、それだけね、報酬もらえますので、皆さん上位目指しましょう。はい。ランキングについて、1回のプレイで打ち抜いたパネルの枚数の、まあ、最大。まあ、1回だけでもね、うまいこと、36枚とか抜けてくれれば、OK なのかなという形でございます。36? まあ、ちょっと枚数はちょっとわかんないですけどね。で、報酬については、まあ、初回クリア報酬とグレード報酬、そしてランキング報酬がございます。で、報酬の方で、はい、これか。うん、まあ、初回クリアとしましてはこの4つ。で、グレードの方で、まあ、S グレード狙っていきましょうという形でございます。ランキングもありますんでね。これ欲しいよなぁ。まあ、1回はこのヴァンパイアハンターを取っていきたいかなと自分は目標にしております。はい。で、1回クリアすると、さっきの言いましたメールちゃん。まあ、パワープロで言うメールちゃんみたいな形の容姿、アックスアーマーがもらえるらしいんで、まあ、1回は最低でもやっておきましょうね。はい。では、ちょっと挑戦していきたいと思いまーす。はい。では、やっていきましょう。ちょっとフリーキックと違う形となってますが、まあ、2枚抜き以上、そちらを狙っていくのがセオリーとなっております。まあ、しっかりと狙っていきましょう。まあ、これはまあ、初めなんでね。うん、パッと。3本で、決めることができました。あー、こういうやつね。了解。あ、縦にも動くんだ。様子もあるんで、ちょっと気をつけてください。うわ、オッケー。どこで抜こう?どこで抜こう?うわー、ちょっと外したなー。おー、うまいこといかないね。じゃあこれを、ポッと。オッケー、3枚。はい、こんな感じですね。こんな感じでございます。クリア。で、あと18枚か。お、メールちゃん?これ、うわ、動くのか。ちょっとリアリティで怖いな。じゃあ、はい。あ、無理だ、無理だったか。無理か。はい。うわー、無理か。じゃあ、ちょっと上抜いてこう。あ、3枚抜いちゃった。まあいいや。あれ、外した。とりあえず上のやつを抜いちゃいます。あれ、抜けなかった。あれ、やべ。はまっちゃったな。やったぜ。で、ほいっと。オッケー。こういう形ですね。で、邪魔だな。あ、邪魔だ。すごい邪魔だ。とりあえず、両サイドを抜く。で、頭の上で行くのがいいのかな。おっと。結構厳しいな。ちょっと下手なとこが見えてる。おっと。OK! こういう感じでクリアできました。16球残ってるってことでね、S ランクはいけたのかなと思います。まあ、こういう形でね、できますので、皆さん。あ、今のボールか。毎日ちょっと、報酬が変わるのかな?今の多分、ボールをもらえただけなので、ユニフォームももらえてません。うん。まあ、これ、毎日更新でもらえるのか。はい。また、挑戦していきたいと思います。皆さん、これね、無課金でできますので、しっかりとやっておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。